2021年の10月から12月までの3ヶ月間ですね、爆竹のサンデーストリーミングスペシャルということで、過去のライブ映像を YouTube で配信するという企画が行われてまして、まあ皆さんご覧になってたと思うんですけども、つくづく爆竹さんというのはこういう配信に向いてるコンテンツでもあるなと思いましたので、今日は爆竹が配信コンテンツとして優れている5つの理由ということでお話ししてみたいと思います。まず1つ目なんですけども、体を動かすのがマストではないという部分があるかと思いますね。ライブ、いろいろなバンド、いろいろな見せ方あると思うんですけども、ヘッドバンギングしてダイブしてモッシュしてという暴れることが楽しいというバンドとちょっと爆竹さん違いますし、あとアーティストさんによってはギターを奏でてファンの方々が合唱することが楽しいっていうアーティストさんもいらっしゃいますけども、爆竹さんの場合は基本的に見せるということで、配信でこう画面越しに見るっていうことで十分楽しめる、もともとそういう成り立ちをしているコンテンツであるっていうのも一つ理由として挙げれると思ってます。で、二つ目はですね、桜井敦さんというボーカリストを中心にした構成に徹しているっていうところですね。やっぱりロックバンドっていうのはライブというものであると、ギターの激しい音色とか、ズンズン来るベースの音とか、ドカドカしたドラムとか、それぞれが大きい音を立てて迫力出してるっていうのが多いんですけど、爆竹さんに関してはやっぱり桜井さんの歌が聴きづらくなるようなことはやらない、皆さん演奏隊の人たちは一歩引いて桜井さんを引き立てるようなことを意識してるっていうところで、これがどういうことかというと、 YouTube、 スマートフォンなりタブレットなりパソコンなりの貧弱なスピーカーで聞かざるを得ないこともあると思うんですけども、そういうあまり音の環境が良いとは言えない状態でも、まあ、はっきり桜井さんの声が聞き取れる、もともと歌としても桜井さんは聞き取りやすい歌い方をされてますけども、そういうことで YouTube の配信で流れてくる音でも演奏の迫力がなくて物足りないなという方向ではなくて、歌物としてメロディーも美しいし、演奏もきちんとこうバランスよく聞こえてくるので、非常にこうその辺 YouTube に流したとしても違和感が少ないなと思いまして、3つ目なんですけども、楽曲が多いっていうことですね。まあ、バラエティに富んでるっていう意味でも多いんですけども、過去のライブ映像の数も実際多いですし、活動30何年とかいうバンドは結構そろそろ出てくるかと思うんですけども、途中で解散とかで中断してる時期があったりしますよね。爆竹さんそれがないんで、コンスタントにこう作品を発表し続けてきたっていうこともあるし、割と早い時期からそのシングルでヒットした曲を定番にして、その曲で一番盛り上がるっていう見せ方からは脱却してて、常に最新のアルバムを中心としたセトリ、アンコールで過去の曲が 1,2 曲が入る程度の、まあ、そういう構成っていうものを重視してきたおかげで、まあ、過去のライブ映像でもいろいろこうバラエティに富んでますよね。この時代のこのアルバム中心のライブ、このアルバム中心のライブみたいな感じで、なのでコンテンツとして非常にバラエティに富んでるなっていうのもあるかと思ってます。で、4つ目の理由はメンバー不動っていうところですね。安心感安定感もあるんですけども、こうメンバーが変わったことによって使えなくなってるお蔵入りの映像とかそういうのもない、あと過去に在籍したレコード会社との関係も多分割と良好な方だと思うんですよ。使えない楽曲っていうのも多分ないと思うし、楽園のコーラ入ったやつぐらいから使えないおくらいでっていうのは、それ以外はまあほぼ使えると思いますし、バンドによってはベスト版を発売するにしてもこの曲に関してはライブの音源を使いますみたいな形でないとベスト版出しづらいようなバンドも実際あると思うんですけど、爆竹さんベスト版出すにしても過去の録音したオリジナル音源をちゃんと使えてますし、ライブでも割と過去に在籍してたレコード会社の時代の曲も演奏してると思うので、そこら辺を YouTube で流すにしても許可が取りやすい状況というか、比較的お蔵入りなく出せる状況にあるんだと思うんです。それがさっき言った楽曲が多いとかその辺にもつながってくるかと思うんですけども、とにかくメンバーも変わってないというところも大きいなと思います。あと5つ目としては、初期から
もうビジュアルとか世界観というものを大事にしてイメージを作ってステージを構成してきたっていうところですね。で、割とロックバンドって過激な表現っていうものを特に80年代というのはやってたと思うんですけど、バクチクさんは割とその過激なものをやろうとしてたような感じもあるけども不快感も少なかったですよね。僕の場合でいうと個人的には痛そうなやつとかっていうのは超苦手なんで目を背けて見れないバンドもあったりするんですけど、バクチクさんはそんな痛そうだとかグロいなとか気持ち悪いな生理的に無理だなってそういうものはないんですよね。基本的には美しい世界を見せてくれる。で、6番目これ、まあ、名前が知れてるっていうのもあると思うんですよ。僕ぐらいの世代、僕あと1ヶ月ぐらいで満50歳になりますけど、僕ぐらいの世代だとバクチクさんを名前も知らないっていう人はかなりレアだと思うんですよ。興味がなくて聞いたことないっていう人はいると思うんですけど、でも学校の休み時間とかに昨日のベスト10見た？みたいな感じで昨日バクチクがさみたいな感じのお話っていうのを休み時間にしてたりしたので、かなりこう知名度っていうのは僕たちの世代にはあって、昔聞いてて今聞いてないとか、まあ、よく言われる、え、バクチクってまだ続いてたのっていうセリフも長い間ファンやってるとよく聞く、一般の人からよく言われるセリフではあるんですけども、それでも名前は知れてる。あ、なんか YouTube で今バクチクやってるんだ、ちょっと見てみようかな、懐かしい、見てみようっていう視聴者、潜在的な視聴者の方っていうのもいると思うので、 YouTube に出すことによってこうメリットっていうのが比較的あるんじゃないかなって思ったりしました。で、7つ目の理由はコロナ禍と無縁の時期からニューワールドという楽曲が存在していて、ニューワールドを演奏したライブ映像が残っていたっていうことですね。僕個人的にはこのニューワールドっていうのが今すごく好きで、最近アブラカダブラ The Day in Question 2020のライブ DVD ブルーレイ発売になって、それに CD 音源ついてきてましたけど、それのディスク2の方のニューワールドを聴く機会が多いですけど、やっぱりこうイントロもいいし、途中最後の方でテンポが速くなってって終わるような感じもいいし、まあ優しいしあったかいし、暗い中に明るい光が差すような曲で、本当にニューワールド、この時期に聴くには本当にいい曲だなと思って。で、8番目の理由はやっぱりメンバー皆さんルックスがいいというところがあるかと思うんですけども、